1930年代のバッジボックスホール14-2008年以降のバッジインシグニアボックスホールはイギリスの自動車メーカーでありステランティス NV 参加のオペルの子会社である2020年現在販売している乗用車は同じく PSA の子会社であるオペル社のバッジエンジニアリングであるなおかつて米国ゼネラルモーターズ系列時代はイギリス国外へ輸出され 日本でも販売されていたが、現在はイギリスのみの販売である。日本語では、ボグゾール、ボクソール、ボックスホール、または、ボックスホールなどとも表記されるが、発音記号からすると検音に近いかな天社は、ボックスホールである。輸入販売元によって公式に採用された表記は、ボックスホールである。インシグニアボックスホールは19世紀中期に、機械メーカーとして、創業。 1903年から自動車製造に参入した。その初期には高性能スポーツカーを製造したこともあったが、1925年の GM 系列入り後は実用的な量産車メーカーとなった。第二次世界大戦後は同じく GM 参加のドイツのオペルとの車種共通化が進められ、1975年以降はほぼ一部の例外を除いて完全に オペルのバーチエンジニアリングモデルとなっている。社名、ブランド名は、創業地であるランベスの工場近くの地名に由来する。ここには13世紀、ジョン王時代の軍人貴族である、ファークル、ブレアントの館跡があり、もともと、ファークスホールと呼ばれていたのが、徐々に生まった。エンブレムは旗を手にした、グリフィン像である。二千十七年三月六日、PSA が、GM から、 オペル並びに GM 欧州展開の金融事業を計22億ユーロで買収すると発表。これに伴い、オペルの姉妹ブランドであるボックスホールもこれに同調することとなった。事実上、これらを PSA の参加とすることが決定したと同時に GM が欧州市場から撤退することにもなる。同年8月1日、買収を完了した。2021年にはそのグループ PSA と フィアット・クライスラー・オートモービルズが合併システランティスが誕生。オペルと共にその参加となっている。最初期の 5HP ボックスホール短期投射。1931年、ロンドンでの記念パレードにて、後には撮影当時の最新型ボックスホールが続く1857年に実業家で技術者のアレクサンダー・ウィルソンがロンドン近郊のランベスに設立した機械メーカー。 ボックスホールアイアンカンパニーが前進。その初期には、船舶用の蒸気機関やポンプなどを多く手掛けていた。1892年に経営危機に陥った後、経営再建の過程で1897年には、ボックスホールアイアンワークスと改称した。1900年頃から、ガソリン自動車製造を目論み、社内の主任技術社会 W ホチスの設計で1903年に、 タンキトを 1000cc の小型車 5HP を発表して自動車業界に参入した。その初期には堅実で丈夫な小型から中型車のメーカーとして発展する。1905年発表。1905年には当時工場誘致活動があったロンドン北方ベッドフォードシャーの農村リュートンに新工場を建設し自動車生産拠点を移転した。 ルートンは偶然にもボックスホールの高原であるファークレ、ブレアントの出た、所領地であった。翌1906年、隣接する工場のあった、ウェストハイドロリックエンジニアリングと合併し、ボックスホールウェストハイドロリックエンジニアリングカンパニーとなったが、さらに1907年には、自動車生産部門を他部門から切り離す形で、独立させ、ボックスホールモーターズリミテッドとなった。A タイプ。 20HP。ローレンス・ポメロイの出世作となった C タイププリンス・ヘンリー1912年式。尖った空力ラジエータが外観上の特徴1907年24歳の技術者ローレンス・ポメロイが製図候補という低い職界でボックスホールに入社した。その年ボックスホールでは王立自動車クラブが翌年に開催する競技会2000マイル スコティッシュトライアルへの参加を計画し、新型車の開発を目論んだ。ところが、主任技術者のホッジスは、休暇でエジプトへの長期旅行中であり、急遽代わりの開発者が必要になった。これを知り、もともと自動車開発に強い関心を持ち、エンジン技術の独学を重ねてもいたポメロイは、自分に開発を任せてもらえれば、従来型エンジンを上回る 40HP を出して、 ミセルト社の上層部に申し出た。するとホッチスの不在に苦慮していた重役人は過去に特別な実績もなかった新入社員の大胆な実践を受け入れた。ポメロイが特管作業で設計した3リッター直列4気筒エンジンはサイドバルブ方式だが急排気効率の向上を考慮しており高回転にも耐えられるようにクランクベアリングを各ピストン間全てに備えた。 高合成の5ベアリング仕様であった。さらに、圧縮比は異常燃焼を起こさないギリギリのレベルまで上げられた。ポメロイは当時からいち早く高圧縮比エンジンの優位性を確信しており、異常燃焼リスクは誘因となる。加熱の頻度を考慮すれば問題にはならないとありきったのである。果たしてこのエンジンは完成後最初のベンチテストで実際に同排気量の従来型に比し、 大幅に強力な 38HP の出力を発生した。ポメロイの4気筒を搭載した新型車 A タイプ 20HP は1908年6月のスコティッシュトライアルにパーシー・キドナーの登場により参加した。スコットランドでのアグロのトライアルとブルックランズサーキットでの高速レースを共にこなす過酷な競技であったが前年優勝者で倍以上の7リットル車。 ロールスロイスシルバーゴーストを2位に下してトラブルタイムでの総合優勝を獲得した。その後、1910年には 60HP まで強化さて、それで流線型ボディを乗せたレコードブレーカー仕様が速度テストで当時の3リッター級車では例のなかった100マイル H を突破するなど A タイプはメーカーの名を挙げる非常な成功を収めた。ポメロイはこの実績によって 大抜擢され、1912年から1919 19年の退社までチーフエンジニアを務めることになる。E タイプ3098ベロックスの愛称を持つ直線的オープンボディ3098に仮装されたボディ形式でも特に評価が高い。なお、同時期の D タイプはホイールベース以外告示した外見で判別困難30 98号機の特装車、ウェンサムツアラーボートをそっくり模したユニークなスタイルで、愛好家から珍重されるモデル以後ポメロイが手掛けた、車両の多くは 20HP の改良発展型で、1910年の C タイプ、プリンスヘンリー、1912年の D タイプ25、HP、1913年の E タイプ、30、98などが該当する。 これらはいずれも 20HP の4気筒エンジンを強化、拡大して搭載しており、パワーに対してメインのリアドラムブレーキのキャパシティに難があったことを除けば、当時のイギリス製中型車で最良レベルの自動車であった。プリンスヘンリーと30、98はレース出場を念頭に設計されたスポーティモデルで強力なエンジンと当時としては優れたコーナリング性能によって、 1910年代から1920年代のレースやヒルクライムで膨大な回数の勝利を収め、名声を高めた。プリンスヘンリーは1910年ドイツで開催されたプリンスハインリヒトライアルで好成績を収めた記念にその名で呼ばれるようになったモデルである。30、98はプリンスヘンリーの大廃棄量化によって急増された特注者が出自で、 改良を受けながら1927年までの長期にわたって生産され、エドワーディアン期からヴィンテージ期における屈指の傑作スポーツカーとして、後世に至るまで高く評価されている。その最終型は最高出力 120HP を発生し、最高速度はノーマルで85マイル H 以上、レーシング仕様では100マイル H に達したと言われる。 またロングホイールベースのツーリングカーである D タイプのうち第一次世界大戦中に生産された1998台はイギリス陸軍省に納入され軍用のスタッフカーとして西部戦線をはじめバルカン半島や中近東に至る各地の戦場で指揮官車、連絡業務等に用いられその信頼性を実証することになった第一次大戦で軍用に用いられた乗用車では 名車ロールスロイスシルバーゴーストが著名であるが、イギリスの軍用乗用車の主力はボックスホールであった。1916年8月、イギリス国王ジョージ5世が、ソンムの戦いの最中に戦場を巡察した際には、臨時の御領者として、フランドルのーネーチを踏み越え、1917年12月には、オスマン帝国軍を破ったイギリス陸軍のアレンビー将軍を乗せて、 エルサレム市街に入場し、1918年の第一次大戦終戦直後には、ライン川を渡ってドイツ領内に踏み入った最初の戦勝国側車両となった。1938年型天外圏こそ平凡だが、当時の英国製小型車では最先端技術のモノコック構造や独立喧嘩を採用した。ボンネット型にはボックスホールのアイデンティティ、 フルートが刻まれる1939年型ビッグシックス当時の最上級モデルでイギリスではアッパーミドルクラスにあたる。英米の折衷のような個性に乏しい保守的6ライトサルーンだがすでに三角窓を備えるしかし比較的高価なモデルを少量生産するボックスホールの経営はもともと不安定で第一次世界大戦後には 外国企業の参入などによる市場競争激化の影響を受け、経営不振に陥った。1922年からは量産型の中型車を生産するなど、マスプロダクションへの思考を見せるようになるが、経営状況の困難さは変わらず、1925年には257万5000ドルでアメリカの大手自動車メーカーであるゼネラルモーターズに買収された。GM は、 第一次世界大戦後、ヨーロッパへの大規模な進出を進めていた。しかし当時のイギリスでは、輸入自動車に対する30%超の高額課税政策、真剣健なデューティーが行われており、同時に、イギリス独特のボア系と、基頭数から規定される自動車税制から、高速向けなショートストロークエンジンを搭載した、大廃棄両者への自動車税も高かった。これでは、 大廃棄量ショートストロークエンジンが主流のアメリカ車を単純に輸入するのは特策と言えず GM はイギリスメーカーの買収を図って現地生産を行おうとしたのである。こうして外資企業となったボックスホールであったが実際には GM の影響を受けながらもイギリスの国情に合致した独自車種の開発、生産が続けられた。1930年 GM のイギリスにおける販売部門のトップであったイギリス人チャールズ・ジョン・バートレットがボックスホールの社長に就任した。バートレットは1953年まで社長職を務め、恩恵な労使協調路線の元業績を拡大、会社をマスプロダクションメーカーへと発展させた。1930年代には1.2リッターから3.2リッターまでのワイドレンジに生産モデルを広げる一方、 1931年からは、シボレートラックを国産化した2トン石トラック、ベッドフォードを生産開始して、商用車部門に進出。以後、ベッドフォードブランドの商用車群は、ボックスホールの経営を下支えする重要部門となった。戦前最盛期の1938年には、年産6万台に達し、イギリスにおける量産自動車メーカーの一つになっていた。 チャーチルフ氷戦車この間には、アメリカの GM 本社で開発された、新技術が続々と移入された。シンクロメッシュギアボックス、ノードラフトベンチレーション、前輪独立喧嘩、モノコック構造、油圧ブレーキなどは、外資的実面で、保守的な、イギリス車の中では極めて早い採用例であった。第二次世界大戦中は軍需向けに2万5千台の、ベッドフォードトラック、 2500台の軍用乗用車を生産したほか、自社で設計、開発した38トン重戦車のチャーチル不評戦車5600両以上を生産した。このため、ボックスホール工場はドイツ軍による爆撃の被害を受けてもいる。1953年型ベロックス1951年から1957年まで生産された戦後モデルであるが、鈍重な形態と多用された。 米国風のクロームメッキがアンバランスである1960年頃のベロックスエステート GM 式の米国調が著しいスタイル。車体後部をフリアリー車によって改装された正規版のエステートモデル B は市場でのヒット作となったが構造はドイツ製のオペルカデットとほとんど変わるところがない第二次世界大戦後のボックスホールは 終戦翌年の1946年から乗用車生産を再開したが、以後1960年代初頭までのモデルは1.5リッター級4気筒と2.3から2.6リッター級6気筒の2系統に絞られた。いずれもアメリカ車の影響を著しい若干派手めのデザインと保守堅実なメカニズムとを兼ね備えた当時のイギリスにおける典型的な実用車であった。 しかしブリティッシュフォードや BMC など上位メーカーの台頭に押され、メーカーとしての存在感の薄さは否めない傾向にあった。イギリス国内の大衆車市場において、ミニやフォードアンブリアに対抗し得る最良版モデルとなる1リッタークラスの小型車がボックスホールには長年にわたって欠落していた。これを補うため、1963年からは1056。 CC の小型車ビーバを生産開始したが、これは同じ GM 傘下のドイツのオペルが前年から生産していた小型車カデットに若干改変を加えただけのモデルであった。これをきっかけに GM は国際的な生産モデル共通化の傾向を強め、ヨーロッパ市場では生産台数が一番大きく開発能力が高かったオペルを開発拠点とするようになる。 1970年以降は、オペル追随の動きが顕著になり、ボックスホールの完全な自社開発モデルは、すべてのカテゴリーにおいて消滅した。オペル社との共通化は、ボディシェルの共用化から始まり、徐々に内外の全体的な共通化が進められ、1990年代には、車種名も統一され、現在は、実質的に、オペルのイギリス向けバッジエンジニアリングの状態となっている。 同じく GM 参加にあった日本のイスズ自動車の SUV ロデオミューや商用車のファーを GM と提携関係にあったスズキの軽トラックキャリーをベッドフォードブランドで販売していたことがある。2017年3月3日 GM はグループ PSA ボックスホールとオペルの自動車事業全体及びブランド使用権の売却について暫定行為したことを発表。 また3月6日、およそ22億ユーロにて売却することに合意と発表した。所有権の譲渡にあたっては、ヨーロッパにある GM のすべての工場、ボックスホールとオペルの販売組織の所有権が、リュッセルスハイムにあるアダムオペル有限会社に移譲され、2017年6月30日、アダムオペル有限会社の子会社である、オペル自動車有限会社に、その所有権が移譲され、 その後8月1日、オペル自動車有限会社をグループ PSA に売却した。アダム・オペル有限会社は、元オペル労働者の年金の支払いを目的として GM が所有している。2017年9月18日、ボックスホールの正式な社名がゼネラルモーターズ UK 有限会社より、元のボックスホール自動車有限会社に変更された。2019年5月7日、 ボックスホールは、ルートンのグリフィンハウスより、ルートンの北部にあたるシャルトンのシャルトンハウスへ、本社を移転させた。2021年1月16日、グループ PSA は、フィアット・クライスラー・オートモビルズと合併、ステランティスが発足した。ほとんどがオペルと共通であるが、VXR8 のオペル版は存在せず、逆に、オペル GT のボックスホール版は存在しない。 アストラ BTCC に参戦するアストラフルク 20HP プリンスヘンリー3098に代表されるローレンスポメロイ設計の各社が第一次対戦前後のレース会に残した戦績はモータースポーツ史に残る歴史的な活躍といえるものであるが近年では英国ツーリングカー選手権に1993年から継続参戦 2007年現在もアストラで参戦している。日本においても全日本ツーリングカー選手権の1994年シーズンキャバリエで参戦していたこともある。このほか、最近までフォーミュラボックスホールというジュニアフォーミュラを行っていた。他にもジムラッセルレーシングスクールに長年協賛するなど若手レーシングドライバーの育成に力を入れていた。フォーミュラボックスホール出身の 主なドライバー、ありがとうございます。